いいぞ善吉、怪盗ばりの隠れっぷりだ。ったく、なんだその褒め方は。全然腕しかねえよ。いた、みんなだ。牢に捕まってる。よし、待ってろ、今助けてやる。さあ、選んで。誰から改心されたい。やめろ、アカネ。おわ、おっさん。警察から出られたんだ。どうしてここに。みんな、助けに来たぞ。ナビ、来てくれたんだね。さすがだナビ、頼りになる。お前、アカネなんだよな。よせ、アカネ。こいつらは何も悪くねえ。落ち着いて、俺の話を聞いてくれ。話？あんたと私が？本当のことを話しても何もしなかったくせに、今さら父親面しないで。聞いてくれ、アカネ。確かに俺は葵の命を奪った犯人を捕まえられなかった。そんな親父の言うことなんて聞く気にならねえのはわかる。だがこのままじゃお前自身も傷つくことになる。目を覚ませ。捕まえられなかった。捕まえなかったの間違いでしょ。お母さんを殺した犯人を、あの大和田を。大和田だと。黒幕の一人、国会議員の大和田か。私は見た。お母さんを引いたのは間違いなく大和田だった。あんたにも警察にもみんなに言った。なのに誰も大和田を逮捕しなかった。ねえ、どうして、どうして大和田は逮捕されないの。警察は正義の味方なんじゃないの。それは善吉さん、話して。新島、アカネちゃんの心はお母さんの事件にずっと縛られてる。真実を知るまでアカネちゃんは自分の思い込みにすがるしかないの。それじゃアカネちゃんは前に進めない。あの事件が起きてすぐ俺は捜査から外された。身内は正常な判断ができないからとな。そしてほどなく秘書が自殺し、事故を起こしたのは自分だと書いた遺書が見つかった。大した裏付けもなく、トントン拍子に話は進み、ひき逃げ犯は大和田の秘書。それが組織の出した答えだった。アカネの話で遺書が捏造だと知っていた俺は秘密裏に捜査を続けていた。だが見つけた証拠はことごとくもみ消され続けた。それで諦めたんでしょ。あんたの正義なんてその程度。葵と約束したんだ。お前だけは、アカネだけは、何があっても守ると。何、いきなり。俺はこれ以上家族を失いたくなかった。アカネが俺に残された最後の生きる意味だった。だから命に代えてもアカネを守ると俺は。今さらそんな話。そしてある日
俺の元に脅迫状が届いた。捜査をやめろ、茜を殺すとな。そんな。それでつくづく思い知った。この世には紛れもない悪がいる。現実は俺一人じゃどうしようもない。深い闇でできているとな。おっさん、今でも大和田は許せねえ。だが手も出せねえ。そうして腐っていた俺に手を差し伸べたのは今の公安の上司だった。俺はあの人を出世させるためだったらどんなことでもしようと思った。それが茜を守り葵の無念を晴らす唯一の方法だと信じてな。そのためにはお前たちを利用してでも。善吉茜ちゃん、どう聞いたでしょ。つまりこいつは自分のために他人を利用した。自分の目的のためなら他人がどうなろうと知ったことじゃないんだ。そんな言い方。お前を守ろうとしたんだろうが。そう、私を守ろうとしたんだよね。そのために警察官としての誇りを捨てたんだよね。茜、私たちのことならまだいいよ。家族だもん。お母さんも許してくれる。でも亡くなった秘書の人とその家族になんて説明するの。濡れ衣を着せられた上に今も責められる家族の人たちはどうすればいいの。誰に助けてもらえばいいの。お前、それじゃ同じだよ。お母さん、俺が大和田と同じ。あんたも警察も何もしてくれない。悪い奴を野放しにしたまま。それじゃ誰も救われない。なら私が代わりにやるしかない。私がお母さんを引き殺した奴を改心させるしかないんだ。悪い奴は全部私が倒すしかないんだ。茜ちゃん、だからキングになったのか。俺が自分の家族を守るために他の誰かを見捨てたから。間違っていたのは俺か。だからお前は俺の。純吉、そうだ、確かに俺は人を犠牲にした。自分の家族を守るために他の奴らのことまで考えずに。だが他にどうすればよかったってんだ。俺は家族を守るのに必死だっただけだ。俺が悪いわけじゃない。俺は本当にそうか。本当にお前は悪くないのか。誰が話してる。分かっていたはずだ。牙を収めればどうなるか。それでもお前は口をつぐんだ。だ、お前も同じだ。身勝手で卑劣な薄汚い悪党。違う、俺は、お前は正義を売って自分一人の幸福を買ったんだ。善吉、どうした。善吉、しっかりしろ。そうか、そうだった。
を見逃し怪盗団を利用しようとした。薄汚ねえ悪党の一人、茜に説教する資格なんざ。自分そうだ、目を覚ませ善吉。茜のために自分の心を殺してまで家族を守ろうとしたんだろ。全部大好きな茜のためだったんだろ。私のお母さんもそうだった。誰かを守るために必死だっただけだ。悪いのは善吉じゃない。本当に悪いのは善吉の家族を傷つけた腐った連中だ。迷ってんなよおっさん。善吉は茜を守った。それは決して恥ずべきことではない。問題はここからどうするかな。お前ら頑張れ善吉。立ってください善吉さん。あなたにはまだやるべきことがあるはずです。今度こそ悪党を倒すのよ、茜ちゃんのために。そうだ、悪党はまだ野放しのまま人を踏みにじって平然としてる奴ら、つくづく情けねえ。娘に教えられ、ガキどもに諭され、確かに俺は決して褒められた大人じゃねえ。正義の味方って柄でもねえ。だが真の悪党ってのが何なのかは分かる。真の悪党は己のために他人を踏みにじり平然としてる奴らのことだ。そんな奴らを野放しにしておけるほど俺はできてもいねえ。獄中生活に終焉を告げよう。我は何時、何時は終わる。今こそ誠の正義を求めよう。この格好は一体何がどうなってやがる。あれは怪盗服？彼にもペルソナが？何してるの？早くあいつを捕まえて！構えろっつったって。クソ、なるようになれって。おっ、気にするねえぞおっさん。だから
違っちゃったみたい。ったく、好き勝手言いやがって。この年でこの運動量はきついぜ。だが、こんな風に暴れるのもたまには悪かねえ。やめるな。これが決意の姿だ。聞け、アカネ。腐った悪党どもがお前を善人を食い物にしてるんだ。てめえらの都合のため、欲望のため、弱い奴の血をすすってやがる。そんな悪党どもにこれ以上いいように利用されるな。俺と一緒に現実に帰るんだ。何を今さら、またそうやって私を否定するんだ。信じない、騙されない。私がこの力で悪い奴を改心させるんだ。それを邪魔したいなら来るといいよ。その時こそあんたも改心させてやる。待て、アカネ。消えた。映像か何かだったのか。くそ。お前ら無事か。私たちは大丈夫。それよりその姿は。俺にも何がなんだか。とにかく今のうちにこの牢を何とかするぞ。電子錠みたいだな。ちょい待って、すぐ開けてやる。サンキューナビ。絶対助けに来てくれるって信じてた。みんな無事でよかった。お、超頑張ったぞ。九死に一生を得た気分だな。ああ、またジェイルに閉じ込められるところだった。逮捕されたって聞いて心配してたのよ。おかげさんで釈放されたよ。新島先生のお力でな。お姉ちゃん、うまくやってくれたのね。でも驚いたぜ、まさかおっさんまで。驚いたのはこっちだ。一体何なんだこいつは。それはペルソナの力。お前の反逆の心が目覚めたんだ。反逆ね。まあよくわからんが、これで俺も戦えるんなら願ったりだ。つか、こうなったからにはおっさんにも。うん、コードネームが必要だよね。コードネーム。ああ、お前らその格好の時は別の名前で呼び合ってるんだったな。じゃあ俺のことはウルフと呼んでくれ。俺はもう犬じゃねえ。一匹でも悪に食らいつく狼になってやる。いいんじゃねえの。うん、言われてみればウルフっぽい。かっこいいぞウルフ。これで善吉さんも怪盗団の仲間入りね。そうなるのか。ああ、よろしく頼む。早速で悪いが、このまま茜を放ってはおけねえ。力を貸してもらえるか。おい、どうしたおっさん。くそ、なんだ、急に力が抜けちまった。無理もない。ペルソナに目覚めた直後は極端に疲弊するからな。ここは一旦現実に戻るとしよう。いや待て、俺なら大丈夫だ。早く茜を。茜ちゃんを救うためにも私たちは失敗できない。万全を期すためにもここは一度戻りましょう。